はい、どうも、大阪神戸スパーズの神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのシュンシュンです。はい、今回はローウォッチ7の2をやっていきます。7の2では、トレーシーとスキップについて触れていきます。トレーシーは銀冠戦にフル出場、ハルシティ戦に89分からの出場となっています。で、スキップは、ルートン戦と、シフィールド・ウェンズデー戦、ノッティンガム戦、ブラックバーン戦、それぞれ全てフル出場となっています。まずはトレーシーから触れていきます。トレイシーの林間戦はですね、ツートップの右側で、の出場になりました。まあ、相手のセンターバックには言えば分かりました。で、この試合を見て自分が思ったのは、トレイシー真ん中の方がいいんじゃないかっていう説を ちょっと思いまして、そうっすよね。くさびのパスとか入ってきたら、まあ取られないですし、そこからサイドにいる味方に一回広げるみたいなプレーもできるし、カウンターで前向いてスピードでちぎって、その相手に無理やり止めさせてイエローカード出させるとか、ゴールキーパーからのロングボールも収めて、スピード落とさへんと前の味方にパスしたりだとか、で、この試合点決めたんですよね。で、点決めたんですけど、その点も、ちょっと抜け出したボールに追いついて、右足でグラウンダーのシュートを打ったんですけど、そのグラウンダーのシュートの精度も高くて、威力もあってみたいな感じで、すごい技術のあるシュートやったと思います。はい。本当にね、攻撃での貢献がすごくて、視野も広いし、ワンタッチでパスもできるし、でもミドルサードでも、独力でボールを奪ってカウンターに入ったりだとか、まあ、シュートも、その点決めたやつだけじゃなくて、何本か他に持ってて威力も高いし、抑えたらいいシュートやったし、みたいな感じで、真ん中の方がいいんじゃないか。まあ、ワントップは厳しいかもしれないけど、ツートップやったら十分、サイドでプレーするよりいいんじゃないかって思えるほど、レベルの高いミスプレーを見せてたと思いますね、この試合は。そうですね。この試合本当に良かったですよね。めちゃくちゃ良かったです。50-50のボールに先に追いついて、フィジカルでキープしたりとか、本当にね、あとカウンターで体入れて、ボールキープして、スピードで抜こうとしたら、相手にとんでもないファウルで止められたりとか で、イエロー出させたりとかしてたんで、そうですね、ほんまに良かった。だっすね、この試合は。まあ、カップ戦ですけど、相手はリーグワンの上位の銀冠そうでですね。し、本当にそのレベル相手にも12分に通用してたんで、ちょっとこれからもっと見たいなっていうふうに思うような感じでしたね。そうですね、これは。はい。なんでちまあ。ょっと、まあ、7の1でも増えたんですけど、エオマとトレイシー2人は本当にレベル高かったっすよね、どっちも。どっちも高かったです。ここだけなんかリーグワン以上のプレイしてたかなって感じですね、この2人は。そういう感じでしたね、リーグは。で、次がハルシティ戦ですね。ハルシティ戦はまあ89分からの出場だったんですけど、まあ、トップでの出場だったんですけど、まあ、プレイ時間は当然短いんで、できることはほぼなかったんですけど、プレスバックしたりだとか、まあ、中盤で守備したりだとか、チームに貢献しようとする動きはあったんで、まあ、それはちゃんとチームから認められたらいいなっていうふうに思そうですね。います。以はい。まあ、上です。さすがにちょっと89分から出場は出ることはないですね。そうですね。まあ、はい。で、じゃあ次、スキップに行きましょう。まずはルートン戦ですね。ルートン戦は、最近よくやってる、ダブルボランチのうちの左側でのプレーになってましたね。はい。あんまり組み立てとかには参加しなかった、この試合は。で、結構、まあ、ふらふら上がっていく感じはあるんですけど、まあ、使われてないっていう表現が正しいのか、いいポジションにいないっていう表現なのかわからないんですけど、まあ、上がっても仕事してたわけではあんまないですね。そうですね。で、まあ、守備面で言うと、まあ、ミドルサードでタックルしてボール奪ったりだとか、まあ、そんな感じで、守備面では悪くなかったとは思うんですけど、まあ、攻守にとってそこまですごいプレーが良かったという感じではなかったですね。で、
後半の最後ら辺になったら、5日ぶりかの右サイドバックか右サイドハーフかよくわからないポジションでサイドでプレーしてました。なんですけど、別にサイドでプレーしても、うん、別にプレー自体は悪くないですね。そうですね。1人かわしてクロス上げたりできるので、うん、そこは悪くないとは思います。と、うん、いう感じです。そうですね。サイドでプレーした時の話なんですけど、やっぱダイレクトに強いボール蹴れるんで、ダイレクトのクロスのスピードと精度がやっぱいいっすよね。なんかサイドで使うもこれをしたいんかなっていうのがちょっと思うかな。ね、あとこの試合ロングパスが良かったかな、サイドチェンジが。2、3本いいのに決めてたんで、あ、うん、これが良かったかなと思います。あとルーズボール謎に追う時があるっていう長距離ね。なんかそういうなんかプレーはしてますよね。そうです、うん、あれですね、顔面に受けたやつですね。ああ、そうそうか、そうかそうか、はい、って感じでしたね。ルートのせいはまああんま良くも悪くもないかな、うん、まあ、はい、で次がシェフィールドウェンズデー戦ですね。シェフィールドウェンズデー戦もダブルボランチの左側で、この試合はかなりビルドアップ助けてたかなと思って、センターバックの間に落ちたりだとか、うん、まあ、そこからワンタッチの縦パスを入れたりだとか、まあ、中央からハーフスペース深めの位置までミドルパス出したりだとか、うん、すごい組み立てでは貢献できてたかなっていうふうに思いますね。ただ一回自分が良くなかったかなと思ってるのは、ちょっと相手がワンツーかなんかした時にボールウォッチャーになってしまって裏に抜けていく選手を全く見れてなくて、まあ味方の選手を止めてくれたから、あ、まあ、その場面良かったんですけど、まあ、それは良くなかったかなっていうふうに思いますね。で、まあ、一回、相手がドリブルで抜けていくときに、もう思いっきり手使って、もうラグビーみたいなタックルしてイエローカードもらっていた場面があって、いや、それ別にそこまでせんくてもよかったんじゃないかなっていうのはありましたね。で、まあ、後半だったらちょっとサイドに流れていったりもしましたけど、まあ、自分がサイドでプレーするというかは、あくまでも、そのサイドにいる選手の補佐という感じで、まあ、プレーしていました。まあ、ちょっと縦と横に両方ともなんですけど、ちょっと自由度があるような試合だったかなっていうふうに思います。うん、そうですね。なんか先味方のフォローするって言ってくれたんですけど、まあ、それで付け加えるなら、まあ、スクリーンとかして相手ブロックして味方の選手をフリーにでボール持たせたりとかもできてたし、うん、あと、まあ、この試合全体的に押し込んでたんでね、まあ、スキップもおのずと高い位置を取ってたんですかね。うん。やっぱディフェンスが良くなってるよね、最近は。良くなってますね。うん、本当に。いつものスライディングタックルだけじゃなくて、この体当てて、ボール、相手のスピード落としたりしてからボール取ったりとか、まあ、ちょっと相手が、ドリブルミス、タッチミスったやつを詰めたりとかもうしっかりやってるんで、うん、まあ、ちょっとそのさっき縦とか横にも自由度があるって言ったんですけど、まあ、上がっていたとしてもネガトラの強度はすごいあるんで、すぐバーって戻っていくんで、それはいいな、うん、そうですね、はい、っていうのがシフィールドエンジですね。次がノッティンガムフォレスト戦ですね、はい。この試合は久しぶりにダブルランチが右側やってたんですけど、ね、パスがすごい良くなってるなって思ってて、まあ、何がいいかっていうと、今までの、ローンウォッチでは言ってたように縦パスのスピードが速すぎるし、それを味方が受けてもどうするねみたいな感じのパスが多かったんですけど、うん、この試合とかになると結構ね、パススピードとかタイミングとか良くて、通した後にちゃんと味方が割と自由を持ってプレーできるときに縦パス出してあげたりとか、うん、そういう感じで、なんていうか自分が出したいだけの縦パスじゃなくて、うん、チームにちゃんと貢献できるような縦パスを出していたのがすごい成長してるんかなっていうふうに思ったポイントで、かなりアーリークロス上げたりもしてたんですけど、それも質が良かったですし、まあ、攻撃に関しての貢献がかなり上がってきたかなっていうふうに思ってますね。で、カウンターでドリブルで持ち上がったりして、まあ、そこからラストパスは、まあ、うまく通せなかったんですけど、まあ、カウンターで自分も一緒に走っていくみたいなこともできてるんで、うん、まあ、本当に攻撃面ではすごいいいかなって思いますし、
まあ、攻撃に出ていくからって守備ができないかってそんなこともなく、ちゃんと自陣ではボール回収して、そこからカウンターの起点になったりだとか、まあ、そういうこともしているんで、まあ、すごい良かったかなというふうに思いますね。で、この試合はマン・オブ・ザ・マッチを取ったんですけど、マン・オブ・ザ・マッチを投票率何パーセントでしたっけ？ 60後半ぐらい。あ、60後半ぐらいの60、投票率やったんですけど、そんなダントツでいいっていうほどではないです。ではない。そこはちゃんと数字に惑わされないでほしいです。実際に試合見たらそんなことはないです。うん、消去法で選んでいったか、選んでいって、まあまあスキップでもいいかなっていう感じです。うん。はい。そうそうそう。そうっすよね。むずい、そうっすね。なんていうんですかね。なん選びにくいっすよね。なんか。好き、うん、なんか、ワンオブザマッチでおかしくはないんですけど、うん、まあ、スキップ絶対とはならないですよね。うん。うん。満場一致のワンオブザマッチではないっていうのは結構強調したいですかね。そうですね。60何パーもあるんかなっていう。うん、それはちょっとね、うん、サポーターの不正投票が疑われるところなんで、ちょっとね、そこは数字に騙されないでほしいなというのがあります。ここはちょっと強く言っております。あと、この試合、結構アーロンズが高い位置取ってたよね。ああ、そう、うん。だから、その時に多分、右に開いてポジショニングして、スペース埋める動きしてたかなと。ああ、それはしました。うん、感じかな。という感じですね、ノッピンのポジションは。で、最後が、ブラックバン戦ですね。はい。ブラックバン戦は、また、ダブルボランチの左側になりました。そうですね。でまあ、この試合は、まあ、どちらかというと、普通。いいという感じでも、まあ、悪いという感じでもなく、普通という感じです。まあ、良かったプレーといえば、サイドバックの裏のスペースをケアして、そこからボールダッシュしたりとか、まあ、ビルドアップの時にセンターバックの脇へ落ちて、スペース作って、その作ったスペースにセンターバックがドライブしていくようなプレーを促したりだとか、まあ、インターセプトもしてましたし、まあ別に全然悪くはないと思いますし、攻撃でもちゃんとドリブルで持ち上がったりもしてるんで、全然悪くはないんですけど、まあ、その一つ一つのプレーというか、まあ、全体で見たら、まあ普通なんですよね。別に、そんなチームに対してすごい影響力があったかとか、そんなことはない。要所でのプレーはちゃんとしてるけど、うん、まあ、普通かなって感じでした。そうですね、うん。まあ、一個、まあ、オフサイドになったんですけど、オフサボールで、まあ、ダイアゴナルに入って、ペナルティーボックスに入ってきて、パス受けて、ネット裏したところは良かったですね、うん。あれは珍しいプレーやったかなと。まあ、オフサイドになったんですけど。あれ良かったかなって感じかな。まあ、この試合、まあ、特筆してはよくないっていう理由としては、うん、攻撃と守備の意識配分がおそらく5割ぐらいで、どっちかに、大きくされていなかったんで、どっちかの部分ですごい活躍したっていうことがなかったっていうのもあると思います。うん、まあまあ、ちょっと、まあ、味方とパス交換 しつつ、まあ、左に展開したとか、まあ、そんな感じのプレーですよね。うん、まあ、本当に言うなら普通でした。はい、うん、っていうのがブラックバーン戦ですね。まあ、スキップこの4試合を振り返るとですね、まあ、どうなんでしょうね。攻撃での貢献はすごい増えてると思います。うん、増えてますね。それは。自分自身が、その、例えば飛び出したりとかすることもあるし、カウンターで持ち上がっていくこともあるし、うん、縦パスの精度も上がってきてるし、みたいな感じで、攻撃での貢献っていうのは絶対上がってきていると思いますし、まあ、守備でも全然攻撃で頑張ってるからって、頑張ってないかっていうとそんなこともなく、うん、ちゃんとインターセプトしたりだとか、囲んでボール奪ったりだとか、うん、味方との意思疎通もできてると思うんで、言うならば本当に攻守ともにレベルが上がってきているなっていうのはこの4試合かなっていうふうに思います。うん、そうですね、まあ、まあ前線行って、まあ、戻ってきてしっかり、まあ、前線行くだけじゃなくて、まあ、スペース埋めるっていうのは本当にいいですよね。戻って、うん、前に行ったら前に行ったっきりじゃないし。そうですね、まあ、ほんで、まあ、この4試合全部あの得意の
斜めからのスライディングタックルがあったんかなっていう。あで、ボール奪えてたかなっていうのはあったんですね。そのタイミングとかもやっぱめっちゃいいし。うん。うん。あ、全体的に良くなってますよね。そうですね。あと、いうんだったら、タックルだけじゃなくて、普通にインターセプトが増えてるとは思うんです。ああ、確かに。パス読んだりとかしてね。そう。それは増えてるかも。すごいいいと思います。うん。最初なかったよな、成長が見れるあんまり。うん。確かに、はい、こういう感じが4試合総括になりますね。これで、トレーシーとスキップ両方とも話し終えたんで、ここら辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。